エクスペンダブルズには、サイモン・ウエスト監督、シルベスター・スタローンとリチャード・ウェンク脚本によるアンサンブルアクション映画。2010年の映画、エクスペンダブルズの続編で、シルベスター・スタローン、ジェイソン・ステイサム、ジェットリー、ドルフ・ラングレン、チャック・ノリス、テリー・クルーズ、ランディ・クー・トゥア、リアム・ヘムズワース、ジャン・クロード・バンダム、ブルース・ウィリスとアーノルド・シュワルツ・ネンパーラ、 アクション俳優の主役級型数出演する。北米で2012年8月17日に公開された後、約2ヶ月後の10月20日に日本で公開された。キャッチコピーは最強無敵のその先へ。前作は R15 指定での公開であったが、本作は一部の映像に修正を加えることで PG12 指定での劇場公開となった。 バーニー・ロス率いる命知らずの傭兵部隊、エクスペンダブルズは、ネパールにて誘拐された中国人富豪の救出作戦を実行。激しい戦闘を繰り広げながら見事に成功させる。今回の作戦で一時的にチームから離れることとなったユンヤンと共に救出された富豪を中国に送り、アメリカに戻った一行だったが、メンバーの一人で新人のビリー・ティモンズは、傭兵家業になじめず、 バーニーに早期の引退を申し出る。そんなバーニーの前に過去にビレーナの一件で仕事を依頼してきた CIA のチャーチが現れ、アルバニア山中に墜落した輸送機の積み荷を回収する仕事を持ちかける。彼はバーニーらがビレーナで暴れたことで手に入れるはずであった金を失っており、その借りを返すためにこの仕事を受けなければバーニーらを刑務所送りにすると脅しをかけ、 バーニーは、やむを得ず依頼を受ける。一行は、チャーチの部下である女性マギーちゃんを加え、アルバニアの墜落現場に赴く。マギーの協力で、輸送機の残骸から、無事積み荷の回収に成功するも、同じく積み荷を狙っていた、ジャンビラン率いる、犯罪武装集団、サングが、バーニーらの前に現れる。ジャンが積み荷を渡すように要求したため一触即発の状態になるが、 ビリーがサングに捕まっていることから、バーニーは抵抗せずに積み荷をジャンに渡す。しかし、ジャンラは引き上げるときにビリーを殺害し、姿をくらました。バーニーはビリーが愛する女性のために自分で稼いだ金を送ろうとしていた献身的な青年であることを知り、仲間のあだを取るためにジャンの行方を探す。マギーから積み荷の中身を聞き出したことで、 ジャンの居所をつかんだバーニーらはアルバニアへと向かう。サングに支配されたアルバニアのある村では、プルトニウムを掘り出すために住民が容赦なく連行され、弱った者は殺害されていた。バーニーらは残された住民の悲惨な叫びを聞きながら、採掘現場へと乗り込むが、タッチの差でプルトニウムを取り出し終えたジャンは、輸送するために空港へと向かう。バーニーたちエクスペンダブルズに、 ブッカーやトレンチ、チャーチも合流し、空港で壮絶な銃撃戦が始まった。2010年10月、ウィリスはスティーブ・オースチンが悪役のダンペインとしてシリーズに復帰すると発言した。同年11月、チャーリー・シーンが CIA エージェント役で出演すると報じられた。2011年8月、バラエティは俳優で格闘技の専門家のドニー・イエンがオファー。 されていると報じた。このキャスティングは、ニューイメージ、ミレニアムフィルムが中国の配給と協力するには、中国人俳優を出演させることが条件であったからである。協力することにより、エクスペンダブルズ2の中国公開の近道になると考えられた。2011年9月、ニコラス・ケージとジョン・トラボルタへの交渉が報じられ、スタローンは、 両者の参加の唯一の障害はスケジュールであると主張した。2011年7月、ミッキー・ロークがツール役で再出演すると書かれたが、9月末に交番中であると報じられ、2011年10月18日にそれが確定した。また、アントニオ・バンデラスへのオファーも報じられたが、他の契約があったために参加不可能となった。プロデューサーのアビ・ラーナーの勧めにより、 プロテニスプレイヤーであるのバクジョコビッチが本人役での仮面を出演していたが公開にあたって出演シーンはすべてカットされた。公開に先立ちスタローンはかなり過激な何かをやるつもりと語った。2010年8月15日のインタビュー彼はまだ新しい脚本を持っていなかったが私の頭の中で計画されているとも語った。2011年4月18日スタローンは エクスペンダブル2では、脚本も監督もしないことが明らかとなった。デビッド・アゴストとケンカウフマンが、スタローンの原案をもとに脚本を書くために、雇われている。ライオンズ・ゲートはアメリカでの劇場公開は2012年8月17日になると、シネマコンで発表した。ティーザーポスターは2011年のカンヌ国際映画祭で公開された。監督は、サイモン・ウエストが務める。 1>, 1億ドルの予算により、2011年9月29日より、撮影が始まった。撮影期間は14週間を予定しており、ブルガリアで行われ、ソフィアのニューボーやナフィルムのスタジオやプロボディフの街、バンスコの街で撮られた。2011年10月27日、第2班、スタントチームが、ソフィアから15マイル離れたオグニャノボダムでの撮影中に、 スタントマンが乗ったボートが爆発するという事故が発生した。2名が巻き込まれ、1名は重傷を負い、もう1名は5時間に及ぶ手術の末に死亡した。2011年11月16日、ロベチ州のデベタシカ洞窟での撮影の際に入り口付近の樹木を除去したとして、ブルガリア環境保護庁から罰金を命じられた。エクスブロと PS ネットワークのダウンロードゲームとして販売。ありがとうございます。